せるとさ、指示が聞こえねえんだっていうことに気づいたから、音楽を止めて、何百メートル先右とか言ってほしいんだよね。分かんないから。そのまますぐ行っちゃうよね。ね、横浜の音楽から乗って。ツアーしてる時にさ、機材車乗るじゃない、うん、でさ、俺運転してて、隣桃本さんいて、でもゲラゲラ笑いながら話してて、食ったらねえこと食っちゃべってナビうるせえから、うるせえっつって切って、そのまま高速で乗ってたのね。来たら降りるべきところで降りないで、そのまままっすぐ行って後ろから、え、ちょっとどこ行ってんのって言われて、あ、ここどこって大問題だよ、ね、戻るの大変だもんね、高速で。大変、すごい大変、ナビバグるからね。しかも1個前に後で降りたらもう遠いし。そうそうそう、すげえだよ、うん、降りろ降りろってずっと言ってね。江ノ島にある、あ、そう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 、あの時、ザデンボーイズのギターのカシオメンはあれですよ、ヤマハのこんぐらいのアンプ、AG なんとかとか、あれだけ持ってきて、あ、確かそうだったね、スピーカーだけ借りて、音作ってるんですよ。足元も何もなし、超強いじゃん。そうだそうだ、暑かったよね、あの日ね。灼熱、灼熱だったよね、過去一かもしれない会場の暑さだった。返せば相当すごいところでライブやってたよね、あれは。これは砂浜だもん。全然つかねえ、やばい。で、どの辺飛んでた？いや、どこ？どこってわけじゃなくて、飛んでたの、あれ、どこなの？まっすぐ行ったの？高速？なんかもう乗ってることになってるでしょ、ね、乗ってないよね、これね、高速感ないですね。もう一球信号止められちゃってますけれども、何か見落とした、これ何か見落としたね、我々。まっすぐかな、とりあえず。まあ、うん、道なりに行けば。おいおいおい、いや、こっから乗れるんじゃね、登っていく感じか。あ、なんか濃い、あの緑とかも、何ワンマンとかならまだ自分の問題とかに行ってないだろう。
そうでしょ。だってこれだって、いやこれじゃないそっちだよね絶対そっちだよ。あ、これ駅じゃん。これ駅ですね。やばいやばいやばい、こんなことやってる場合じゃないんだよ。スキヤ、落ち着いてスキヤでも行きますか。やばいやばい、マジでやばい。わかわかわか、これ、左、あ、違う、左出て、左出て、スーパー分かりにくいよね。これまっすぐ行くってのはあっちのところに行くから、これはさっ左行かなきゃいけないってことだよね多分。うん、でね、今高架下を走る。あ、でもこれまっすぐってなんていうの、こう戻ってきてるね。分からない、たどり着かないかもしれない。斜め左方向って言ってるから目の駅ね。これで行って左方向に行けばいいってことだよね。次こそ取れたね。これでしょ。どうぞ。はい、やっと乗ったぜ。やっと乗った。どうしよう、すぐ入り口。はい、やっと来たよ。30分かかったけど。ご苦労様です。これで大丈夫でしょ。ここボケちゃダメだね。静岡行く終わりです。生放送中止です。今で今ちょっと静岡にいまして、すいません。やべ、もう40分じゃん。19時もう予定時刻もやばい。予定時刻もやばい。あれな、この辺のインターはすげえ。なんか津田行く時によく通ってたなっていう。そう。ああ、これ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 。そう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 。懐かしい。そう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 。ここから乗ったな。一回出ちゃうと料金カットなの？どうなんだろうね。間違えずに。でもよくぞ、あの車線変更してくださいってアピールを電車も。助手席にできないんだよね。そう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 。あとあのトラックだったから、スーパー空気呼んでくれて。でね、多分これの後ろも、あーそうだ、うん、帰りたいってなってたから、そのあたり空気呼んでくれてた。トラックの運転優しいよね。今。で、ああいう時はやっぱり。
っち側に来ちゃってる、こっち側に来ちゃってるっていうことなんですよね。これミスったな、ちょいちょい間違っちゃったな。あっちなんですよ。そうだよね、うん、あっちなんだよね。そうなんですよね。どうしたの。目的地に到着しました。え、案内を終了します。いや、気がなんだけど。運転お疲れ様でした。あ、全部展開禁止だ。あれ、何かちょっと、うん、緑化道の方の、 ビル群だよね。そう、あれ左だったっけ。でれー、あー、うわ、ん、左行ったら入れるの。あー、わかんないね、どこだろうね、ちょっとわかんないね。でもこれ駐車場に行く道だった気がする。ほんと、チャレンジ、これもチャレンジしてみましょう。いけるはずです。あ、多分この足立区ナンバーも、あ、来たんじゃない。出た、渡っていい。あ、横道の看板がありますので来たんじゃない。あ、いいね、いいね。渡った、右折進入禁止って書いてある。そういうこと。え、これ右折入れないの。そういうこと、右折禁止だから。なるほど、禁止されてましたね。これがこうでこうでこう。よっしゃー、イエー、着いた着いた着いた。そこの多分パーキング、なるほど、下入っていったらこれできるんじゃない。逆にあっち入っ、あ、立体駐車場、こっちでいいか。あ、やっと見慣れた景色。あーっと、来ました。来ました。どっち行けばいいのこれ。止まる、駐車場入り口。やったー。あ、なんだかんだで、ね、拓郎先生も、はい、両角の立中に車入れました。早い、あれが遅いっていう。もう何回、4回、タワーがないから分かりません。後ろ走った。あ、駐車券いらないの。おっと、これはどういうことでしょうかね。マジで、まあ、この辺にしよう。はい。疲れちゃった。いいと思います。寝れるところでいいと思います。全然線が、あ、意外に入ってた。一撃？もしかして。もう一撃じゃないですか。すげえ。ちょっと、曲がってるけど。こうじゃん。イエーイ！お疲れ様でした。やっと着いたぜー。